はい、おはようございます。始まりました、今日のワンコンティニューですが、本日のゲームはこちらでございます。はい、何ですか。三丁目の大冒険ですって。タマ&フレンズですって。タマ&フレンズの三丁目の大冒険というゲームですって。何ゲームかさっぱりわからん、マジで。というわけでやってみきましょう。今日のワンコンテンツ、1回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームでしょうかとかを紹介したり体験したりする感じでありますが、まあそのゲームオーバーというものがない場合はちょっとまあ何かしら途中のいいぐらいの時間で区切ろうと思いますけど、何ゲームでしょうね。アドベンチャー的なやつかな。アクションではなさそう。いや、わからんな、どうだろうな。アクションすんのかな、猫が。あんなやっぱアクティブに動く印象ないけどね。うちの玉知りませんか。これサンリオなのかなって思ってたけど、多分違うんですよね。よくその辺の区切りがよく分かってませんけど、ウォーリーを探せみたいなことかな。バンダイとソニークリエイティブプロダクトって書いてあるね。どういう感じかな。ちょっと待って、コントローラーあった。とりあえずデモ画面的なものはなさそうと思って、良さそうね。さっきのひょこっと出てきてここにスタンバイするのがデモ画面ってことですね。これそれぞれのキャラクターに名前があるんですよね。全くわかんない。ケロケロケロッピ、あれケロケロケロッピはサンリオか。なんか横並びのイメージがあるけどね、この時代。あ、セットサイド B、イエー。さあ、どんなでしょうか。アニメがやってたんだっけな、こういうの。おっと、アクションか。アクションか。何、どうすんの。ちょっと待って。すげえ、なんかすげえ、アクションか。B ボタン押しても何もできない。そして、どうしたの。なんかの条件で、この歩いた後、スーってスライディングする。5歩ぐらい、そうね。5歩ぐらい歩いてからコントロール離すと、スーってスライディングする。なんだろう、何するゲームだろう、何するゲームだろう。下に魚のマークがあるから魚をどうにか、あ、戻れないタイプ。右スクロールで汚れ、戻れないタイプ。あ、鳥、危ない。見てからじゃ避けられないスピードで今鳥が糞を出してましたね。たまたま避けたけど。おおお、あ、ライフが半分減りましたね。ハートマークが半分減りましたね。見てか、ちょ、なにそれ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 、なかなかの世界観ですよ。玉を探すゲーム、ね、あ、電柱登れんじゃん。へぇ。登るといい、なんかいいことありそう。何？あさってダメっぽいね。ちょ、見てからじゃ受けられないスピードでいろいろ飛び交ってくるんだけど。恐ろしい、工事中。絶対危ないじゃん、こんな。危ない危ない。あ、何？水たまりを嫌うの、猫って。そうなの？水パシャパシャして遊んでるイメージあるけど、しゃ、危ない。ああ、たまちゃん泣いちゃった。可愛いらしい世界観だけど、なかなか恐ろしい街ですね。猫ってトンボに襲われて泣くの。これはなかなかのゲーム見つけたぞ。こっちから攻撃、ちょっとスタートボタンですよ。なんもないか。どうやら攻撃手段が何もないんだよね。鳥。これ今、これ最初のとこだっけ。2発来るでしょ。2発よけ、ちょっと敵 1,2,3。 動きをある程度覚え、てか右ボタンをずっと押しっぱなしだと頭が当たらないようにできてるかもしれない。もしかするとそういうゲームかもしれない。あ、そ、危ないじゃない。絶対危ないじゃない今の。曲線的なね、こう円を描いてくるような軌道に私が極端に弱いので、チャイチ。こうか。
で水たまりを避けるとで下の方が多分安全。トンボ熱い。トンボに当たってダメージ食らうのあんま納得いかないな。水たまりとトンボはあんま納得いかないな。こうやってジャンプしてから掴むのはできんのかな。あ、できないんだ。ちゃんと下から登らなきゃいけないな。仮面ライダーブラックの時みたいにあの特殊コマンドを打てばやればなんか技とか出ないかな。ないらしい。とりあえずバウンドしてくるボールに関しては すごい連射してくるのよバカが。よし、このバウンドボール、野球ボールがバウンドするのに関してはずっと右ボタンを押せば避けられる。覚えゲーかな。だこれ無理。今のはあの最初に言った5歩ぐらい歩いたらあのスーってスライディングするやつのせいで切り返しができなかった。こうやって切り返そうと思ったらスーってなってこう何ドリフトした。痛い。恐ろしいね。一面もクリアできないよこれ多分。でもこのゲーム知らんかったな。ちょまずい。どっか回復できないのかな。絶対この後トンボに当たってまた死ぬじゃん。だ今などんな動きしたあいつ。あえちょっと待って、今トンボ踏んづけて倒したね。はいはい、よし勝った。もう見てからじゃ受けられないスピードやもんやれ。終わり終わりました。うちの弾を磨けることもなくっていうか弾しか見てないんですよ逆に。誰が誰をどう探してるゲームなんだこれは。というわけで可愛いらしい世界観に関わらず、こちらからは何もできないというですね。なかなかのゲームでした。敵の動きを覚えて避け続けるというゲームなのかな。これ女の子は勝って泣くんじゃない。男の子向きっていうよりは女の子向きのゲームっていうか、まあ、あの世界観というかね、キャラクターだからこれ買うとしたら女の子だよね、女子だよね。泣くんじゃない。死ぬんじゃない。猫がいじめられてるゲームなんかやったら。はい、というわけであれちょっと待ってよ、ちょっと一旦待ってくださいよ。あ、これ4月30日更新か、これ。というわけで、これ今月もありがとうございました。今月はですね、あのディスクシステムのタイトルを中心にというかですね、ディスクシステムのタイトルばかりでしたけども、まあ来月以降もですね、よろしくお願いします。というわけで、今日のワンコンティニュー以上です。よろしければチャンネル登録、高評価、などなどいただければと思います。じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。さよなら。